はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第45弾やっていきましょう。で問題3問ありますので、まず1回動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後にわかんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよ。 はっおー <laughs> なかなかいい感じ。では、おぉ、ごめんなさい。参りましょう。で、今回の主役は、円錐ですね。で、こっからもう解説パートに入っているので、まあ、っちゃうんですが、まあ、今回も三平方の定理を使います。今これ、夏休みに投稿してると思うので、まだ三平方ね、学校だとやってない方がほとんどだと思うんです。ただ、三平方の定理は、もう受験で絶対見るんですよ。どっから出てくる。 だから、ここを三平方を押さえておかないと、毎回これ何ってなっちゃうんだよね。それもったいないから、ちょっと概要欄にここ貼っておくので、それを見てもらって、あ、こういうものなんだって、いや、簡単だから、三平方簡単なので、そこだけマスターしてからもう一回戻ってきてくれるといいです。まあ、かもしね、これを夏、過去問いっぱいやろうと思っている方は、三平方は絶対押さえておきましょう。先にね。で、今回、円錐があってまいりますと。で、問題文に、まず底面。 ま、円だよね、下。円の半径が2って書いてくれてる。で、母線が6。母線はここね、斜め。まあ、こっちでもいいんだけど、ここが6です。で、今回珍しいのが、高さ書いてくれてるんですよね。高さ4ルート。2って書いてくれてる。だから、ま、体積すぐ求められるんですけど、まあ、よく出てくるパターン。ちょっとごめん、話それるよ。は、まあ、高さないんですよ、普通。普通っていう言うけどもあれか。で、どうするかっていうと、今、ここがね、 ま、直角になってるから、2じゃん。6じゃん。で、高さわかんないから、ま、X って置いときましょうか。でも、直角三角形なんで、あの、三平方使えるんですよね。斜めの部分の2乗、つまり36、イコール、残った2つを2乗して足し算すればいい。つまり X、X2 乗を足す2の2乗は4だから、こうなる。で、まとめると、X2 乗イコール32になりますよね。で、 二乗を、二次方程式ね。二乗を消す代わりに、プラスマイナスルートが右につきます。ちょっとサボるよ。プラスマイナスルートがこうやってつくの。で、ルート 32?32 32って1 6る2なんですよ。1 6る2ね。ちょ、書いとこうか。こう。まあ、ルートに入ってるわけね。で、16っていうのは、4の二乗です。4る4だから。 で、2乗のアイテムを使うことによって、この子ピョーンって外出てこれるんだよね、ルートっていうのは。だから、これ4ルートに直ります。4ルートに。で、プラスマイナスついちゃってるんですけど、長さにマイナスってありえないから、ちゃんと書くならね、x は正なのでって、こう、マイナスありえないからって書かなきゃいけないんだけど、まあ、マイナスを取ってプラスだけでいいよって。つまり、高さ4ルート2ですよねって求めるんですよ。まあ、書いてくれちゃってんだけど。 これがよく王道で出てくるパターンなので高さね分かんない時はこうやるんだっていうのも覚えておいてください他の問題で絶対使えるからで話を戻すと今回円水の体積なんですよねでえっ、ー、と一応書いとこうかほにゃらら水これは水ねほにゃらら水の体積公式がございますので覚えておきましょう 公式は、えー、え、面積、これ下の面積ね。今、円ですな。底面積、えー、かける高さで、水っていうのは尖ってるんですね。今回の。円数の水の時だけ、それに3分の1をかけます。これが公式です。これ覚えておくうね。ほにゃらら水の時は、底面積かける高さかける3分の1と。つまり、今、底面積した円です。ここ。 円。円は半径かける半径かける π なので、2かける2かける π だから、4π だね、底面積は。かける高さは4ルート2ってね、あるから4ルート2。で、今回は尖ってるほにゃらら水位なんで3分の1かけましょうと。ちょっと逆にしちゃったけどさ。で、これまとめると、約分は発生しないので、えー、3分の16ルート2で π か。で、立方。 センチメートルからねこれで終了となります。で、えっ、ー、と、立体には、ほにゃらら水っていう、この尖ってる、ね、とんがりこうみたいな、尖ってるやつと、えー、柱。だから、円でね、柱だったら円柱みたいな、まあ、水筒みたいな感じかな。円柱ってあるじゃないですか。ほにゃらら柱柱ね。の時は、これがないです、体積。底面積かける高さになります。 ほにゃらら水、水尖ってる時は3分の1をかけてください。これ公式覚え方ね。で、1番終了と。で、2番がですね、表面積なんです。表面積。表面積っていうのは、外見で見えてるところ全部面積出してねっていう問題。で、これは円錐なので、円錐はね、展開図。つまり開いたやつね。ペタって。開いたやつを覚えてください。まず、この、外の、この部分。この部分を開くと、 扇形になります。こういうね。入ってるかなあ、入ってるけど下が入らん。ちょっと下げるね。で、下の円の部分がくっつくから、この辺なら入るかな。ちょっとちっちゃいけど円、ごめんよ。こんな感じ。つまり、扇形と円がくっついたのが、えっ、ー、と、円錐の展開図です。ちょっと入りそうなんで大きくします。違和感がすごかった、自分の中で。これでもまだちっちゃいけど許して。こんな感じね。 つまり、ここの面積両方求められたら、OK です。表面積は足せばいいからね。ちなみに、これ、側面積って言います。横の面積だから、側面の面積、側面積。で、底面積。これを足したもの全部が、表面積です。<laughs> 今多分、テロップとか出さないからさ、わかりにくいよね。側面積、底面積、今回求めたい全部が表面積ね。で、今、ここ、え、側面積の、これね。 で、ここは定面積なのよ。それぞれ求めたいわけね。で、定面積はさ、さっき円で同じだから、半径かける半径かける π なんで、4π ってすぐ分かるんですよね。まあ、こっちはいいわけよ。じゃ、こっちの側面積を出したいと。で、実はこれ裏技があって、簡単に求まります。求まるんですけど、一応、ちゃんとした王道も覚えてください。王道。どうするかっていうと、これ、扇形なのね。扇形で、扇形の面積を求めるためには、ここの中心角の A でしょね。 ここが必要になります。だからその中心角が何度かをまず求めに行きたい。で、求めるやり方としては、ここ。ここの長さと、この円の円周は同じ長さになります。なぜかって組み立てたらもう一回くっつく場所だからね。で、それを使っていくと。で、ここの円周、外の部分っていうのは、 え、円の円周って直径かける π なので、まあ、直径4だよね。半径2だから直径2倍して4になるから、こう直径も 4π。あ、もうね直径じゃない。えっと、円周が 4π なんですね。で、この部分、円の、あ、ごめんなさい。扇形のコね。コは、ここです。コね。この部分は、えっと、これ、もともと扇形っていうのは大きい円です。円。 円の一部。だから、円周と同じ公式を使います。つまり、直径 ×π ね。で、直径は今、ここ6です。ここ6だから。6なので、直径は12。つまり、12π になります。直径 12×π。で、これだけだと、円全部なっちゃうの、今。でも、今さ、まん丸のピザをちょっと想像してください。ピザの全部じゃなくて、一部分だけ食べたいんですよ、今。この部分だけね。で、全部が出ちゃったから、それを一部分にするためには、それに、 360×A っていうのをも、かけます。これ割合で360全部です。全部のうちの A の部分だけ食べさせてくれよっていう、そういった公式になります。で、こうすると、面積だけじゃなくて、このこの部分、外の部分も全部だったのが、これをかけることによって、ここだけになるんです。一体今ここね。で、それと 4π が一緒なんだよね。4π 同じですね、これ。 一緒だから。で、これあと解いていきます。で、π は両辺にあるから π 切りで切っちゃいましょう。で、12と36。これ12で約分ができます。こっちは1になるんですが、こっちが30になる。つまり、30分の a かける4になるので、両辺に30かけると、a は120になります。つまり、ここが、120度って、中心角ね。ことが分かりましたと。そしたら、い、そしたら、 えっと、扇形の面積を求めに行きます。扇形の面積ね。で、面積も、さっき言ったみたいに、大形はただの円です。もともと。円。そのうちの一部分だけ食べようとしてるわけ。だから、円の面積をまず求めます。で、円の面積は、さっきと同じ。半径かける半径かける π なので、36π。だよね。36π。それに、全部なんでこれだと。全部になっちゃうから、この部分だけ食べたいです。 360分の、今120って分かってるから、120の部分だけ食べさせてくれよっていうのがこれ求め方です。円全体からこの部分だけ食べさせてっていう。で、これ120で実はバッて割り切れて、3と1になります。そうすると、3とこれ約分するんで、面積が 12π と分かりました。 ね、長々とやってきましたが、今ここの部分が 12π って分かって、こっちが 4π だよね。側面積、じゃ表面積全部出したいので、もちろん足せばいいから、12π と 4π を足して、書けなかったってことで <laughs>、まとめると、答えは 16π。面積だからね、平方センチメートルと。これで終了。これが王道です。<laughs> 王道。まあ、ちゃんとしたやり方をするとね、実は他の公式もあるんだけど、 ま、一応、このやり方、中心角を求めるっていう流れは覚えておいてください。うん。なんでこんな強調してるかは後でわかります。で、裏技です。裏技。実は、円錐ってパよく出てくるんだよね。出てくるんですけど、側面積、つまりここです。大形の部分って、すっごい簡単に出せます。出せるんです。で、どうやるかっていうと、えー、黒、青でいっか。このね、ここでわかる。ここの、おっとっとっと。 母線ってあったね。この斜めのところ。かける、ここの半径。いい。底辺、あ、ま、底面の半径。ちょっとこれかけないけど、底半径で書くよ。かける、π です。母線、かける、ここの半径かける π をするとですね、側面積出せるんです。ちょっと証明はね、時間かかる可能。この動画長くなっちゃうんで、端折りますけど。だから6に12で 12π でしょ。側面積。 で、側面積 12π って分かったから、あ底面積すぐ出せるから、足せば16ってできるでしょで、いけます。以上です。<laughs> いや、他にもあって、この側面積、俺、ほんとこれだけでいいよ。ここまででいいと思う。裏技に関しては。他にも言っちゃうけど、あの、この面積って、よく2分の1、LR かな。文字使うと。こんなんでも表せて、L と R。これ、半径かけるここ、ここの、ここ。この長さ。 で、この長さって、さっき出した、あ、出さなくていいんだ。この長さは、ここと一緒だからさ、これ 4π なのよ。つまり、4π でしょかける、で、ここの半径ね、こっち。この半径ややこしい、こっちね。6。だから6かけるじゃん。で、二分の一かけるじゃん。そうすると、これまとめると 12π なのよね。つまり1、二分の一かける、ここの個の長さ。で、個が出せんにゃくかったら、こっちの半径一緒だから。あー、あと、円周一緒だから、ここかけて、で、 この、もともと扇形の半径をかけると、側面式出せるから、それでもいける。俺ちょっとこっちが好きなんだよ。こっち使っちゃいますけど。まあまあね、情報が肩になりますんで <laughs>、この辺にしときますが、こんな感じでね、やってみてください。で、3番いきます。で、3番は問題だけ読むとね、ああ、分かっちゃったよ。慣れてないと何言ってんだろうって感じがしますよね。もともと、えっと、ちょっと編集出しておこうかな。ね、図ンからですね。これにあります。あ、こっちでいけるか。 ここにあって、ここに紐をかけたいんだって。紐をぐるーってね。で、ここは通りたいの。B は絶対通る。通って、あと、このね、o 援状のここ。ここはしかも2センチのところだなんて。ここに P だったかな。で、こいつを通るように紐をかけたいんだって。つまり、こういうビューンってかけて、ちょっと裏を通るよね。まあ、こんな感じかな。で、この紐の長さ。 求めなさいっていう。はい。このね、紐をかける問題って結構出てくるんですよね。で、これを解こうと思ったら、まあ、このさ、立体じゃ厳しい。だって曲がってんだもん。だから、平面に落として直線で考えます。直線ね。で、どうやるかっていうと、まず切るんですよ。で、切った後の、このえどこに A と B があるか。これがポイントで、多分、ここの B はさ、想像しやすいよね。だってここ OB だもん。で、よくやるミスが、ここに A を置いちゃうやつね。 これ、ここも B だからね。なぜかって、これ展開、この OB で切ってんのよ。このくるって回ってる。ね、コーンのさ、この部分をピッて切ってるから、この OB と OB くっつかないともう一回。でしょくるって回したときに。だから両方 OB です。じゃあ A どこかっていうと、ちょうど真ん中だよね。だって反対側にあるんだから。だからこうなります。展開図したときに。で、OA のこの2センチのとこに P がいてほしい。 まあ6だから元。これ6だからね。まあこの辺かな。に、えー、っと、P を置いておきましょう。P。こうね。で、いいここから大事。最短。つまり一番短くなるように弾きたいんです。今さ、B と P が通ってるのは分かりますよね。で、2つの点がありますと。ここの一番最短。短い長さを求めるときは、当然直線です。 まあこれ楽しい線分か。で、ね、だってこう曲がったらさ、絶対長くなるでしょこうやったら長くなるし、当然こんなんもっと長くなるし。線を定規でピーって結んだものが一番短いはずです。だから今回に関しても、こうやってね、平面に展開図にしたことによって、ここの長さ、よいしょ曲がったけどごめん。これが最短です。もちろんこっちも考えるけど、ちょっと待ってね、それは。で、 今は、ここと、今から書くこっちの長さを足したものが最短なんですけど、まずこっから出しに行きます。分かってる情報はこの2だけです。まあ、全体6も分かってるけどね。で、何が効いてくるかっていうと、ここなんです。この。120度。今これ、全体120度ですよね。真ん中 OA で切ったので、ここに、60度が来るんですよ。これがミソ。で、これ気づいた瞬間に、よっしゃって思ってください。みんな。 なんでかっていうと、60度が来れば、三平方の定理が使えるようになるからです。今、ここに補助線引きます。60度がいるので、ここにね、ピーってちょっと水線を引きますと。ちょっと実線変えちゃおうか。こうすることによって、ここに直角三角形が作られますよね。しかも、一辺、あ、まや、一つ60度、90度、残り30度。つまり、 三角定規のあいつが出てくるんです。で、これはもちろんね、まだ三辺本定理を学んでない方は知らない方も多いと思うので言っておきましょう。三角定規って2種類です。2種類あるんですけど、辺の比が決まっております。で、これも超使うから覚えて。90度、ちょっとかけないけど、60度30度の時に、ここの長さが1、長いところが2、下がルート3です。比です。1対2対ルート3ってこれは決まってるんです。 だから、60度出た瞬間に、来たって思います。来たって。で、今、ここね、OB はもともと6って分かってます。母線で6だから。だから、今、ここの長さ、6って分かった瞬間に、ここも、ここも出せるんです。出せる。じゃどう出すかっていうと、どうしたらこっちから行こうか。ここね。ここ、どう出すかっていうと、じゃこれ X って置くと、X 対6ね。 こことここを使います。で、今、ここに書いてるように、1対2なんですよ。比が。1対2。別にこんなに書かなくても半分じゃんって方もいると思うんだけど許して。だから、x 対6は、1対2って。こうやってやるの。で、こういう比例式っていうのは、なかなか外外。もしくは、外外なかなかだからルートです。ルールです。だから、外外、掛け算すると、2x、なかなかで6。つまり、2で割れば、x は3ってわかるから、 ここは3ってことが分かりました。つまり、ここが1ってことも分かった。ね。で、あと下。ここ。ここも、こことここを使えば、まあ、どっちもいいんだけど、こっち行こうか。3とここを使っていくと、3対、こう Y にしようか。3対 Y は、1対ルート3です。1対ルート3。なかなか外外使うか。なかなかで Y。外外で3ルート3。だから、 ここの長さは3ルート3って分かりました。はい。なんでこんなところを出してるのかっていうと、今求めたいのは BP です。ここ。で、ここもね、ここに直角三角形あるのよ。直角だから。で、1って長さ分かってる。3ルート3って分かってる。じゃあ、左平方の定理。最初にここにね、説明したやつ、高さ求めるやつ。出せるじゃんって。じゃあ B P、BP。 二乗。斜めの部分の二乗は、二乗して二乗して足せばいい。3ルート3二乗すると、えーと、27か。一応計算するか。3ルート3かける3ルート3は、外と外の世界掛け算できます。サザンが9。かける、中と中もできるんですけど、ルートって同じものをかけるとルート外れます。二乗だからね。だから、ルート3かけるルート3は3になるから、だから27。たす、1ね。1の二乗だから。で、これ28ですね。 28。で、さっきもやったように、2乗を外す代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、ルート28っていうのは、4×7 です。4×。で、4はね、出てこれるから2、2ルート7に変わります。で、長さにマイナスはないんでね、ちょっとサボりますけど、マイナスを取って、つまり BP は2ルート7が出たんです。出た。こっち側終了したの。じゃあ、あと、このね、後ろ、この点点点のこっちよ。この部分。 で、これは OB にゴールするんだよ。でもどこって決まってないんだよね。で、これはここを通らなきゃいけないんでしょで、ここに最短でつくためには水線を引くのが絶対最短です。なぜかっていうと線があります。ここから一番短いの引いてくださいって言われたら垂直にまっすぐ引くのが一番近いからです。ちょっとでも角度が変われば 少し長くなる。当然、もっと角度をつければ、めっちゃ長くなるでしょだから、垂線、垂直な線を引けばいいんだって。なので、この部分からちょっとフリーハンドになっちゃうけど、あ、曲がっちゃった。こう、垂線を引きますと。これどうしようかな p q とかにしようかここ。Q にしようかだから、p q 求められればいいんだよね。で、どうしよう p q って思うかもしれないけど、ちょっとこれ書き出すよ。大きくしておきます。 これちょっとグインって斜めにしたと思って。p で、o で、q。これね、o q p ここ。90度です。さあ、分かってる長さどこだ ?2 が分かってるね、op が。でも、あと分かってないのよ。でもね、あるんです。なぜかって、ここ60度だもん。同じだよね。だって120度の半分だから。だからさっきと同じ、1対2対ルート3が使えるのよ。使える。で、しかも、これ、ここ2になってるから、ここ長さ1だし、ここルート3だよね。1対2対ルート3、そのまんまだから。 だから、この PQ。この長さはルート3って分かりました。被るから消すけど。ルート3って分かりました。じゃあ、BP と PQ を足せばいいから、答えとしては2、2ルート7。プラス、こっちルート3なんで、ルート3センチメートルと。これで終了となります。で、ルートは中身が違うときは足し算できません。間違ってもルート10とかしちゃダメだよ。ね、このままで OK だから。 これで終了です。だから今回は三辺ホテルを使いまくりなんですけど、このねと、外に、立体の外に紐巻いて最短の長さを求めると結構出てくるんですよ。円柱のがよく出てくるんですけど、このタイプであってもこうやって三辺法を駆使すれば簡単に解くことができますので、ぜひね、多分聞いてね、三辺法を知ってる方は、あ、なんだ、そんなことかよって思う方多いと思うんですよ。でもこれ、3日後とかに自分でやってみ、多分引けねえぞ。できない。 ってぐらいに、できた気になりやすいタイプの問題だと思ってますので、必ず数日後に復習してくださいで。で、自分の力で解けたら問題ないので、そんな感じで確認してもらえたらと思います。はい、ということで、今回はね、図形の第45弾やらせていただきました。またね、今後もこの、ね、受験対策をとっていきますので、よかったら次回の方もぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。